福祉。それでは、福祉についてもう少し詳しくやっていこうね。今日のポイントは、これ。時々、しばしば、いつも、など、頻度を表す副詞は、一般動詞を含む文の場合、主語のすぐ後ろに、その副詞を置こうね。頻度を表す副詞は、 このような副詞のことだよ。それでは聞いてみようね。Sometimes, often, always, usually それではこれが含まれた文を見ていこうね。私は時々テニスをします。I sometimes play tennis.I sometimes play tennis.Sometimes これは頻度を表す副詞だよね。一般同士を含む 文の場合、主語のすぐ後ろに、その副詞を置いているよね。主語のすぐ後ろだよ。文全体で、私は時々テニスをしますっていう文になってるよね。次の例文、あなたはいつもとても速く走ります。You always run very fast.You always run very fast. この文も、 一般動詞を含む文。だから、主語のすぐ後ろに、副詞を置いているよね。これはいつもっていう副詞だよ。この very fast っていう副詞も run を修飾している副詞で、これは頻度を表す副詞ではないから、後ろに置いているよね。文全体であなたはいつもとても速く走りますっていう文だよ。 3つ目の例文あなたは通常6時に起きます You usually get up at 6You usually get up at 6Get up これも一般動詞を含む文だよねその場合は頻度を表す副詞は主語のすぐ後ろだよあなたは通常6時に起きますっていう文になってるよ そして最後の例文。私はしばしば英語を教えます。I often teach English.I often teach English.Often。しばしば。これも頻度を表す副詞だよね。頻度を表す副詞は、一般動詞を含む文の場合、主語のすぐ後ろだったよね。私は、 しばしば英語を教えますっていう文になってるよ。今日のポイントをおさらいしておこうね。時々、しばしば、いつもなど頻度を表す副詞は、一般動詞を含む文の場合、主語のすぐ後ろにその副詞をこうね。